PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは、171本目、桃太郎伝説ターボをお送りします。 PC エンジン、に、ファミコンから移植された思い出のゲーム RPG ですね。ファミコン版にターボがついてね、ファミコン版をよりパワーアップさせた、RPG。 はい、十番国さん、黒金さん、アラン・プロストさん、ゴールデンバーグさん、サンジュさん、七個目さん、八個目さん、九個目さんいらっしゃい。ターボファイルはいらないけど、天の声ね、天の声2はあった方がいいですね。パスワードもありますけど、九個目さんいらっしゃい。リンドウさんありがとうございます。ハイパートボー、ターボはエルディスの方でね、黒金さんありがとうございます。マルビーさんいらっしゃい。ダダ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 ダ。はい、ダルダテムさんいらっしゃい。こんばんは、コツ。森さんが一番さんいらっしゃい。もういろいろね、楽しませるもうイベントとかもね、いっぱいですよこれね。はい、昨日寝落ちしました。こんばんは。ワンダさんいらっしゃい。おはようございます。90年7月20日発売、ハドソン3メガビットヒューカード5800円、 RPG 一人用です。バックアップは1箇所81バイト、最大3箇所まで。パスワードもあります。鈴名さん、ワッチさんいらっしゃい。パスワードはフでいいですか？パスワードはね、フのパスワード多分入らないと思う。猫じゃらしさんいらっしゃい。桃太郎シリーズはこの作画だなと思いますね。あ、今作画がね、土井さん変わっちゃったんだね。タケノコチャンネルさん、シャトルさん、ワンタさん、ありがとうございます。こんばんは、ワクオツです。早健さんいらっしゃい。はい、農協牛乳さんですね。アイスにターボカップが入りましたっけ？覚えてないですね。はい、それではいきますか。てー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 、昨日新作がね、出たんですね、令和版がね。令和もあるよ。でー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 、桃太郎伝説31個目さんでしたね。ぽつりとしいた風さとしきさん、ありがとうございます。でん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 、あるところに何年でやりますか？おじいさんとおばあさんが仲良く暮らしていました。これ RPG だからアルファさんありがとうございます。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に、いつものように出かけていきました。何億だったかな。おばあさんが川で洗濯をしていると、なんと川上から洗濯機でね、洗濯したんでね、桃がこれ股間とか出ませんかね。どんぶらこどんぶらこコッコ、これは大丈夫ね、ずっと5週もやってるから手前で動いているのは桃の缶詰だよね。そこ説明いりますかな缶詰捨てちゃいかん、缶を捨てちゃいかん、かわいいね。30枠ですね。はい、ゲーム内だと13時間50分36秒、はい、リアル時間だとまあ30枠だから15時間ですかね、だいたい15時間ぐらい。どんぶらこっこー、どんぶらこっこー、もう一つおまけにどんぶらこっこー、どんぶらこっこー、ねるねる、前菜が増してる。おじいさんとおばあさんは大きな桃を切ってみました。すると中から元気な男の子がおちんちん丸出しで飛び出してくるではありませんか。赤戸大門さんでしょ。そして何年か過ぎたある日のことです。丸出し、ジュネさんでしょ。丸出し、桃太郎が鬼退治に出かけると言い出すではありませんか。おじいさんは驚くやら慌てるやら、それでも貯めておいた100両を旅の支度にと
桃太郎にあげました。そうアドリブじゃないですよ、アドリブじゃないですよ。おばあさんは腕によりをかけて日本一のきびだんごを桃太郎に作ってあげました。じゃあ隣村で旅の支度を整えるのじゃ。桃太郎、おじいさんおばあさん鬼退治に行ってまいります。はい、行きます。そういきなり鬼退治行くってね、こんな感じなんですね、ターボはね、最初はね。はい、ポーズで、なんとね、わかりやすいステータス画面ね、あと6バックアップユニットのありなしもね、わかる。でるんでるんでんでんね、で、プレイ時間もね、書いてある。プレイ時間、PC エンジンでプレイ時間が出たのって、天外魔境初代はあったっけ、どうだっけ、これが初めてかな、どうだろう。でね、大きく見やすい、プレイ時間で。セルフの速さね、はい、ヒエンの速さも、まあ、ヒエンこの枠では覚えないけどね、全力走るか、駆け足歩くとかね、あれ。さあ、ここで。旅立ちの村、ヒレブ。桃太郎だけに鬼退治を任せているなんて、大人として恥ずかしいよ。あ、それはね、年はないですね、PC エンジンはね。ファミコン版であった年齢性はなくなってますね。はい、あれ、ファミコン版、だから、希望の都だったっけ、女湯を覗けるね、年齢は変わってますね。ですから、女湯を覗く方法は変わってます。はい、PC エンジンはね。ルドさんいるね。腰にハイボールと言ってない。桃太郎さんがいないと遊び相手がいなくなって寂しくなっちゃうな。でも、桃太郎さんには、鬼退治っていう大事な用があるから仕方ないか。この子と一緒に遊んでたんでね。わしは話のくどいゲーム説明じじいじゃ。役に立つ長い話を聞きたいか。まず鬼退治には何より体を大事にせにゃか。体の数がなくなってきたら無理せず宿屋に泊まることだよ。まあ新生のチュートリアルがねあります。おにぎりなんかを食べて体の数を回復するときはおにぎり使うとやるだよ、ね、初めての RPG にいいですねこれね。おにぎりなんかを人に手渡したいときもおにぎり使うとやるだよ。それから武器や防具は買ったら装備することで、持ってるだけじゃ意味がないぞ。ランボタンを押せば自分の強さが見れるから時々確認するといい。なんと言っても力尽きた時のために神社で天の声を聞いておくことじゃ。バックアップユニットをつないであれば神社で簡単にセーブできるぞ。くれぐれも命を大事にするのじゃろ。ねえ、まずまずその2をやるために初代もやっておきましょう、ね、わしの話はこれだけじゃ。ジジイの仲間たちに付き合ってくれてありがとうよ。温泉間に合わない、間に合うわけがない。地面が赤いところは毒の街だ。一歩でも足を踏み入れると体の数が20ずつ奪われていってしまうぞ。まあ親切だね。鬼退治頑張ってくれ。俺もこの村を守ってみせるぜ。早々にやるために一旦手が出る5秒前。いらされませ手前どもの表現ようこそ。はい、イレブーじゃね、僕とか僕と、あ、結構毒なのは厳しいですね、モデンのね。おと、わら、わら、あと、着物と、35だ、糸巻き道と、わらにも変える。ねえ。でれれん。刀ない、木刀と脇出しが、脇出しちょっとだから。70個目でね。絵が出る5秒前。あ、ターボのね、女の子ね。はい、これ説明もね、見れますね、これね。11上がるとかね。はい。説明も親切ね。ほんともうね、もう非常に親切。はい。ね、もうここでもちゃんと、守備力がね、どれだけ。アップしますね。もう明治なんだっけ。あ、ほんともね。はい。今、放棄の術もある。わしら地蔵はお前の味方じゃ。旅先で見かけたら気軽に声をかけてくれよ。この奥にある建物が神社じゃよ。お地蔵様の言うことを聞いてりゃ万事間違いねえ。お地蔵様は大事にするもんだ。スズメの江戸ってスズメたちの町が全国各地にあるらしい。宿屋もちろん茶店や武器屋もちゃんとあるそうだ。この村をずっと北に行ったところに最初のスズメの江戸がありますよ。あ、そうですね。ミニ2は桃伝がいらないとね。桃太郎さん、おじいさんとおばあさんお元気かしら。近頃鬼が出るんで挨拶にも行けないのよ。すぐそこですよ。エンカウントが激しかったらどうするのよ。僕はウンチだよ。プリッ、鬼退治頑張ってくださいね。ウンチが喋るっていうのもね。桃太郎さん、鬼退治は仙人のところで修行するのが一番だ。この村の北に金丹仙人が住んでるよ。金丹仙人、
ラムダムスとトヨタの子はゲームを始めてからの経過時間も見られるんだぜ。ゲーム本編には関係ねえが、オラ何時間で終わったと自慢するときって買ってくれや。休憩するときはポーズにしたいとどんどん時間が進むからな。ね、そのためのポーズはね、あれだね、ポーズだったトヨタ。銀座聖人はちょっとこの枠でクリアできないかな。ルンルンランラン、大根作って50年、ヘイヘイホーと来たもんだ。あ、こらこら、お姉さん、オラの続きは争いで、占い師、占い屋さんがあるやん。占い屋さんになんだっけ。ほら、どいてくれひでぶ、わしは駅舎じゃ、そなたの悩み無料でやってもらうぞ。あれ、おお、次のスズメの宿へは三段、あ、便利だね、三段の。あ、そうそうそう、うんこだっけ、いや畑だっけ、なんか修行で行く来るんだよね、僕はね。今三段でないなら急ぐのは気持ちだよね。三段、いや、これこれ、おお、金丹仙人は四段でいいけど出た。今四段でないなら力をつけてから行くのだ。四段ね、三段四段もね、それ、おお、道に迷った時は道沿いにあるけど出た。占いじゃないじゃないか。よし、じゃあ早速戦闘ですね、これね。初金丹仙人の6段必要じゃないか、嘘つき。え、6段も必要だっけ、金丹仙人。あ、かわいじゃ、ケンデグンデグデ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 ン、シンプル1対1ですからね、このドラムでね。さあ、デグデンデグデンデグデン、デグデン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 デグデン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 、わお、ドクロニア男の戦いです。カタ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 、まもでも敵は楽しいですよね、まだね。クイズ出してきたりとかね、いろんな貧乏神とかで、ね、お金取ったりとか。連続、あっちょ、あおん。配信のエース。この戦闘曲は耳に残るよね。耳に残りますね、音楽がね。で、ね、レベルアップで全開っていうのもね、モムデンが確か最初じゃないですかね。まあ、PC にではもうね、先に展開巻きをとか、他に全開するゲームありますけどね。ファミコンとかだとね、とかある、ある、レベル上がると全開は、モムデンが最初じゃない。てん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 、カタ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 、てん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 、桃電にやりたくて天の声買ったもんさ。そう、桃電2は天の声がないのもね、できませんから、もうてんてんてん、わお、てん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 、お、てんてんてん、56スでも、倒すでもなく懲らしめるね、そう、死んだとかじゃないですかね、これはね、懲らしめたんですからね、殺してないんです、懲らしめてるだけなんです。だからいっぱい敵出てくるんだよね。懲らしめたけど、もう一回しつこくやってくる。おん、バシ、やったね、でてねー、オッケー、懲らしめる、懲らしめない、おん、カタ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 、赤鬼ホーナーとか今の子わからんですよね。赤鬼ホーナーとか、まあ、ジジネタもありますからね。ジジネタっていうか、ジジ鬼がいますからね。学童さんに、ああ、逃げてもね、追っかけてくる。人間パークレイントンは、当時でもわかるもんじゃなかった。キシキパール鬼とかね。ジジネタも今じゃジジイネタですよ。今もうジジイネタになっちゃう。うまい、うまい。カタ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 。あ、リングの鬼いましたね、じゃあキチェーンとか。金太郎あたりから難易度グエッと上がりますよね。あ、ここら辺から上がっちゃったっけ。割とそうそう、難易度はね、そう、初心者向けですけど、結構レベルをね、しっかり上げとかないと。あ、毒の町でね、20減ったりとかね。毒の町はきついですよね。また鬼もいいね、わらわら、でん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 、また鬼、初心者ですけどだんだん高くなりますよね。そうですね、まあ、でも丁寧ですね、チュートリアルで
丁寧に言ってやるし。清原さん、金の猛者がまんまの2人です。もう1対1だからね。おっと、もうさんだ。やだ。じゃあ、スズメの宿に行きましょう。和骨だ。仲間になるの。全と37だぜ。よし、じゃあ、金丹仙人に挑んでみようじゃないか。ね、4段になったら。4段までいけるかな。まだ残ろうじゃん。カタ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 会心の刺激はいつでも出せる術でもね、いいですよね、気持ちいいね。ダジ、ダダジジの術とかもね。あ、ここはあれだったか。ここあれだった。ここはあれじゃん。六角仙人と見せかけて第一の仙人。ここ仙人だった。スズメのやつどこ北にあるとか言ってたけど。あ、ネズミが出た。チュチュちょっと位置が不安。大丈夫。チューチュー。チューチュー。ナイス連続。1。お、でもお金も給料持ってる。チュンチュンチュチュン。お、ここだ。あった。スズメの宿。でるでる。あ、つづら屋さんがありますよね。北西の方角にずっと要は飛燕仙人の家があるぞ。チュンチュン、スズメの筒笛でくじ引きをしましょうよ。じゃあくじ引きやってみよう。くじ引きしてるなさん、いらっしゃい。ここはスズメの筒笛です。20円払って筒笛選ぶといろんな道具が当たります。チュンチュン、よし、やっそう。さあ、どうじゃ、大きいのかな、ちっちゃいかな。ちっちゃい。まあ、まだ序盤ですから、商品はまだ狭いでしょ。おにぎり、もう一回できる。雷電仙人と月光仙人はいますか。雷電仙人と月光仙人は、ね、いないね。よし、焼き鳥だ。うちでの小槌くらいは欲しい。大きい、大きいのおにぎりか。わーでれれ、焼き鳥にするつづめ。あ、もう宿やがる。宿や、止まって、わらわら。絵が出る5秒前。いや、いや、スズメの絵と安いですよね。やるかね。ゴー。ちゃんとシングルの方にね、止まるのに。頑張ってね、ポンタロウさん。でるるん。この絵と南に行けば、金丹仙人の絵だよ。まあ、今、見つけました、見つけました。チュンチュン、花坂村にはポチの血を引く立派な犬が、お、ポチがね、犬、猿、キジね、ちゃんと金丹お供がいますね。てるんてんぱんやっぱんやっぱんや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 。おにぎりが2個もらったから、おにぎり2個もらったから、いけるかな。カタカタカタ、もう1段。一郎は今の価値だと12万くらいらしいですね。24のおにぎりすごいな。お供はいないと進めませんけ。必須でしたよね、確か。でもあれ、 いなくてもいいんだっけ、どうだっけ。いたら便利ぐらいだっけ。貝の商人、おにぎり400用です。竹の神経まだ高いね。ネタロウのとこ行く前で叱られた記憶です。あ、ちゃんと叱られるんだ。あと10だ、いける。あ、バケハンニャ。カタカタカタ。大丈夫か。大丈夫だ。カタ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 。ブラシ見た。お。ユカリンも出てるのか。でもうユカリン出てる。ユカリンで。バケハンニャ。光を厳選された村の娘が握ったおにぎり、なんと12両。ああ、そうかもしれないね。超高級コシヒカリ。ユカリン不安に怒られるよ。
でん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 。上司に仕事振られたら、あの、半若になっちゃう。ガタガタガタ。ガタガタガタ。カタカタカタってなります。カタカタカタ。あ、雲。わさわさわさ。わさわさわさ。ひらり。わさわさわさ。あ、ホイール2ポイント与えてくる。雲うまいっすね。わさ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 。お、うまい。心の数5枚持ってる。てれーん。やった。4段。よっしゃ。あの占い師の、占い師は4段でいけって言ってたからね。バヤバヤバヤバン。わしは金丹仙人じゃ、修行に来たのか。もちろん。どうか苦しい修行に耐えられるかどう。おひひひひ。さあ、かかってくるのじゃ。毎回ね、仙人との戦いが、戦いだけじゃないのもいいですよね。まあ、ここは戦いですけどね。お使いだったりとかね、なんか、ギャグを入れたりとかね。金丹仙、いきなり。ほら。おい、まだまだ。ほら。いいぞ、桃太郎、なかなか筋がいいよ。ほら、だいぶ気合が入ってきたぞ、さすが桃太郎じゃ。あ、ね、千人の、千人の気合を千人を。おのれ、金丹。ほら、どうした、桃太郎、腰がふらついてるぞ。ほら、いいぞ、桃太郎、なかなか筋が、あ、次が3になるか、ちょっとだ。おにぎり、おら、あっと、何を持ってたかだダメなんだけどね。きびだんご、もうここできびだんごだけだったら、あー、つまた金丹やろ。会心待ち、会心待ち。これはへちょがちゃんを沸かすぞ。だいぶ気合が入ってきたの。おら、お、どれどれどれだ、取れます、取れます。呼んだんで、そうなんです、天の声バンクのあの金丹のに。でかした桃太郎、おぬしに金丹の地頭を授けだろう。いや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 、金丹の地頭は金丹と唱えれば体を痒くさせる技じゃ。先は長いが修行に励み、鬼ヶ島を目指すんじゃぞ桃太郎。やだ、ちゃんと体も痒くしてくれる。金丹も、はい、鬼ヶ島目指せ。よし、じゃあこの比叡の千人の、ここに行きますか。やっぱんやっぱんやったー。わしは金丹しか知らんのじゃ。万金丹は別の仙人だ。なんか回復しないんでお酒いただきます。よし、タンタンタヌキの金丹は、それ金玉。パンやっぱんやっぱんやっぱんやんやん。お、泡に来ましたね。あ、鬼が4ポイント強い。ひらり、おん、金丹とかの金丹の音、てん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 。わお、また鬼だ。えい、ラックスさんは背中に鬼が浮かび上がる。背中に入れ墨が。パンヤ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 ンヤン。トカゲ、チョロ、チョロ、中に金、遠山の金。 BGM 配置の方が個人的に好きですね。あ、戦闘シーンとかね、 BGM ね。2はあのボス戦の音楽がテレ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 ってね、のはいいかな。はい、ここは飛燕仙人かな。わしは飛燕仙人じゃ、修行に来たのか。じゃあ飛燕の地頭を主に授けるためには飛燕の種が必要なのじゃ。旅立ちの村にの畑に待っているから探し出してここまで持ってくるのじゃ。それが修行じゃ、桃太郎。お疲れだね。最初から飛燕の種で埋まってたのかね。どうなんだろう。最初から埋まって持ってったらもうこれで修行完了かで。鶴橋千本ひらり、
種なら今あるけど。柿の種、柿の種じゃん、ヒエンの種じゃん。月光トライデンは男塾におるの。キエンはそんなこと言わないで。会話でフラグ立てないとダメそうな感じ。笑。チュチュ。チュチュ。かわいそうにネズミ打撃を与えられない。ネズミもうまいね。あ、逃げた。逃げちゃった。あ、逃げ足早い。ガタガタガタ。あ、久しぶりにやったらやっぱり続けてやりたくなっちゃうねこれね。でん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 、おっと、ヒエンの種まではいけないか。パンヤパンヤパン。はい、こんなところで、おしまいですね。はい、これは前回ね、めちゃくちゃ所持率は高かったですね。やっぱ久々見ても色あせず素敵な RPG です。通貨屋さんでは完品2060円、負けプレ1100円から箱説なし1650円。ぜひお買い求めください。 Amazon 価格裸で1300円から完品で1800円からだそうです。あ、ここまで安くもなく高くもないんですよね。これは比率 150% 間違いないですね、もうね。はい、1作目桃太郎伝説、ぜひね、やってみてはいかがで、まあ結構ね所持率はお高いんでね、ほとんどの皆さん持ってらっしゃいましたけど、あれから増えてるかな。これミニにはね収録されてませんからね。ミニ効果は、RPG 初心者にもおすすめですよね。そうですね、もう持ってる人は桃太郎、非常に持ってない人は微笑みの住民。最初の村を見てもね、もう親切極まりないんで、もうね、はい、レベルアップで全開するし、で、まあこのこれ1対1ですからね、はい、シンプルなんで。RPG 全然やったことないとかね、いう人もおすすめでございますよ。一番はあれど配信はない一品。うん。はい、前回は、なんと、歴代10位でしたかね、10位だったかな、57.1% の所持率でした。上がってるかな？デケデケデーン！ワン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 ！ 3 は馬鬼。あー、ちょっと高かった。でも 50%! てってー、てってー、てってーんじゃないか。下がったから、てってーんじゃないけど。まあ、ドロー。ドロー。久々のイーブン。50%、50% でした。あは。視聴者2人です。視聴者2人だったか。半分は持ってたのか。うちは持ってる側の人間です。半分は。まあ、前回 57.1 ですからね。前回は3人でね、あ、3人で2人だったら6割いっちゃうのか。はい。というわけで。もう皆さんね、これ配信はね、まあ、ファミコン持ってれば買わない人も多かったでしょうからね。皆さんもぜひともやってみてはいかがでしょうかね。ファミコン版で結構変わってますんでね。はい。キャンペーンのカードケースが実家にあります。あ、キャンペーンもありましたね。桃電キャンペーンカードケース。私も弟がもらってた記憶があるんだけどね。どっか行っちゃったな。はい、今日は桃太郎伝説ターボをお送りします。あ、説明書にあるなんか記事とか、お供の、あれ、桃伝と、桃鉄とか、桃活とか、いろんな桃太郎シリーズについてるのをね、すごい、中古から3枚送ったら、そうそうそう、オツでした。キャンペーンあるのは、カード、ヒューカードケースがもらえたんだよね。オツでした。明日のマラソン枠は、あの業務用の人気シューティングの、移植作ですね。お楽しみに。オツトツ。もうね、補修行きたっていうやつですね。はい、オツのツー、オでした。厳しいシューティングゲームです。オツでした。オでした。A コムのシューティングってことは P47 だな。オツオツトツー。オツオツトツー。アイレン。